はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、では第2回目続きをやっていきましょう。とりあえずここはコロニーキューブ第1居住区みたいですね。ちょっとこのまま進んでいけばいいのかな。何があったというんだ。ファントムが暴れたのか。ん？ん？空に町がある。コロニーですからね、ここ。ここは一体何なんだ。このまま道沿いに。はあ、はあ、そんなに走ってないと思うけど、それにしても体が重い。あ、体が重いのか。まるで力が抜けてしまったようだ。あ、力が吸い取られたみたいなこと言ってましたからね。この町には誰もいないのか。確かに誰もいない。でも明かりはついてる。仕方がない、もう少し歩くか。ん？何何？怪獣？これ勝手に動いてます。お、ジェガン。お、おい、どうしたんだ。死んでる死んでるとかあんのかよえそのまま放置。あ、なんかいる。あ、ジェガンだ。広場には何体かのモビルスーツが倒れていた。大丈夫か同じ格好だな。おい、お前たちは何者なんだ。この世界は一体何なんだ。生きているやつは返事をしてくれ。返事がない。ただの屍のようだ。しかしモビルスーツたちは一人残らず息絶えていた。全滅か。全員の体には何かに、何これなんとか潰されたような跡が残っていた。叩き潰されたような跡か。一体どんなやつにやられたんだ。消えた。お、また、お、また息がある。息とかあんのかよ、モビルスーツに呼吸してんのはあ、はあ、しっかりしろ。俺はもうダメだ。こうやってここで死を待つだけだ。絶望するな、いいか。俺が最後の希望だ。希望か。そうだな、俺はまだ死んだわけじゃないんだ。死にそう、こいつそうだ、お前は助かる。ありがとな。俺はジェガン。あんたはジェガンっていっぱいいるだろ。だって俺はウィザード、仮面ライダーウィザードだ。なあ、教えてくれ。この世界は一体何なんだ。ここはキューブだ。みんないろんなところから取り込まれたのさ。詳しいな取り込まれた。ウィザード、一つ俺の頼みを聞いてくれないか。ああ、もちろん。近くに俺の所属していた部隊がいる。そこに合流したい。わかった、一緒に行こう。場所を教えてくれ。ああ、マップに目的地が表示されました。ああ、表示されてますね。確かに。ジェガン部隊との合流。ジェガン仲間にはなったけど使えないみたいですね。てか敵とまだ戦ってないし。これ何、調べる。おお、宝箱調べるなんか宝箱遠いなこうやって見るともっと近くに寄らないのかな。復活キット、まあ、回復アイテムと死んだ時直せるやつですね。ジェガンに使ってあげればいいのにああ、ジェガンがいっぱいいるおお、無事だったかすまん、助けに行きたかったのだが、私もほとんどの部下を失ってしまった。ジェガン隊長って見分けがつかないスタークジェガンとかにしてほしいんだけど。こちらも手一杯でな。いや、しかしよく戻ってきてくれた。いいんです、隊長。それに戻ってこれたのは俺の力じゃありません。彼のウィザードのおかげです別に何もしてねえだろそうか、ウィザード、部下を救ってくれたことを感謝するってなんかしたかしかし見かけない顔だな。
珍しくもないだろう、この世界じゃ。ん？おー、グール、これは何キャラだ？仮面ライダーキャラか。ウィザードが知ってるってことは。危ない、グオ隊長、グア、グール、この怪人知っているのか。ああ、ここは俺に任せて下がっていってくれ。う、なんだこの素早さは。違う、俺の速さが落ちているんだ。大丈夫か。まあね、大丈夫。ここは大技じゃなく正攻法で確実に倒していくしかないな。さあショータイムだ。さあショータイムだ、だって。一応セリフ出るんだ。おお、敵の群れ、チュートリアル、バトルチュートリアルを始めます。敵を攻撃する、敵から攻撃を受けるなどの行動でヒーローゲージが溜まっていきます。ほんほん。ヒーローゲージは複数個貯めることができ、ゲージを消費して様々な行動をすることができます。はんはん。例えばゲージ1個消費してスキルの威力や追加効果など強化するドライブがあります。他にもヒーロースキルやクロスオーバースキルを使用するためにはヒーローゲージが何個か必要です。ヒーローゲージは戦闘が終了するとなくなるので、ドライブなどに惜しまず使うと良いでしょう。なるほど。スキルやヒーロースキルなどはキャンプメニューのスキルツリーを選択し、敵を倒すことで入手できる AP を消費して習得することができます。バトルチュートリアルは以上です。なんか難しいな、ディフェンスアイテムさっき手に入れたやつか。あー、ライフキット、復活キット。まあとりあえずアタックしかないっすね。グール60。あー、強いんだか弱いんだか分かんないけど。おお、16か、結構食らうな、チュートリアルのくせに。あいててててまあ敵は一発で倒せません。おお、倒せねえし。ちょっと残ってる。よし、これなんだかわかんないな。ドロップ率 100%、 エクスペリエンス 100%。まあなんかいい戦い方をするとボーナスが増えるって感じっすね、多分。はあはあはあ。で、結局何を手に入れたの。チップゲット、グール、わからん。チュートリアルがまた始まった。チップチュートリアルを始めます。敵を倒すとチップを落とすことがあります。このチップはそのままでは役に立ちません。拠点のブリーフィングルームのメニューにあるチップ報告コマンドを実行する必要があります。そうすることで解析されたチップデータが集まると、フォースを入手することがあります。フォースは各ヒーローのキャパシティ分複数セットすることができますが、すでにセットされているフォースを他のキャラにセットさせることはできません。フォースはコマンドで使用するものと自動で効果を発揮するものがあります。またセットするフォースの組み合わせによってより効果的に使うことができる場合もあります。チップを集め、さまざまなフォースを入手して攻略に役立ててください。チップチュートリアルは以上です。複雑だ、わからん。ふい、たった一人で3体を相手に、見事だウィザード。君の実力を見込んで一つ頼みたい。頼み。実はこの先で別のジェガン正体がアナハイム高専の学生たちを避難させている。ジェガンどんだけいいんだよ。応援に行くつもりだったか、この傷だ。傷ついてねえだよ。すまないがウィザード、俺たちの代わりに行って力を貸してやってほしい。わかった、任せてくれ。おお、引き受けてくれるか。場所はおそらくこの辺りだ、頼んだぞ。うん、おそらくって。ジェガン正体の応援、ヒットポイント減ったな。これもう敵出てくんのかな。こっちはない。チップをどうするんだっけ、もういきなり忘れちゃったよ。どうすんだ、チップ、装備、フォース、スキルツリー、 AP とかあんの。ちょっとわかんねえな。うん、なんか全然ダメっすね。
装備フォース。フォースチップ5分の5。え、ちょっとわかんないわかんないわかんない。まあいいや。とりあえず進みますか。おお。激しい戦闘音が聞こえる。戦闘？近いな。おお、これは恐竜戦車。うおお。お、ビームライフルっぽい。なんて頑丈な装甲。いや、皮膚なんだ。こちらの攻撃がまるで効かない。だが懐に飛び込めば。待て、無茶をやせ。ゴー。うわー。う。あ、ネモだ。ヒー、ジェガンが、連邦軍のジェガンが一瞬で。あ、ユニコーンだ。なんて強さだ。ネモ、ユニコーン、学生は下がっていろ。学生なのかよ。今から俺が体当たりで隙を作る。お前らは全力で逃げるんだ。いいな。ゴー。この化け物が。ゴー。うわー。でも今のうちに逃げよう。だ、ダメだ。足が震えてうまく走れない。ぐわー。ああ、ユニコーン、こいつ今度は俺たちを狙うつもりだぜ。落ち着けよ。けどこの状況は相当やばいな。ギガー。待て、俺が相手だ。あ、あんたは俺に任せろ。ぐおー。怪獣？見たこともない敵だが、こいつが効くかどうか。ウィザードはウィザーソードガンを取り出すと、恐竜戦車に向けて引き金を引いた。ギョー。すげえ、怪獣のやつひるみやがったぞ。やったか。ギョー。グワ。これは普通に叫んでますね。ダメだ、力負けしている。このままでは宇宙のワルは全部ぶっ倒す。なんか来た。ウォーリアー。あれ、ウルトラマンゼロっぽい。これ恐竜戦車。これ以上お前の好きにはさせない。ウルトラマンゼロが来たからにはな。ウルトラマンゼロ、お前仮面ライダーだな。その姿でピンときたぜ。ああ、俺は仮面ライダーウィザード、魔法使いだ。そうなの。知らなかった。ウィザードってのか。まだ戦えるか。もちろん、これぐらいなんともない。そう来なくっちゃな。よし、協力してこいつを倒すぞ。お、ゼロがパーティーに加わりました。行くぜ。さあ、ショータイムだ。恐竜戦士。またチュートリアル。ラッシュチュートリアルを始めます。ターンが経過していくとラッシュゲージが溜まっていきます。ゲージがある程度溜まった状態で下画面のラッシュをタッチするとヒーローラッシュが発動できます。この時ラッシュレベルを変化させることでゲージ消費量とラッシュの継続ターンが変わります。ヒーローラッシュ中はステータスが上昇する他にヒーロースキル等のヒーローゲージ消費が減ります。ヒーローラッシュは強力な攻撃手段ですが、その後にエネミーラッシュが発生してしまいます。エネミーラッシュ中は敵のステータスが上昇するので注意してください。このエネミーラッシュを耐え切るとヒーローのブレイブスキルが一定確率で発動します。ブレイブスキルはヒーローごとに様々なものがあり、スキルツリーで覚えることができます。ラッシュチュートリアルは以上です。ちょっとチュートリアル多すぎでしょ。攻撃でいいや。91。え、何、狙いが定まっちゃったんだけど。
うおーやべ死ぬ次食らったら、えまだ半分減らしてねえな、これパワーでしょ敵の、マジか。これウィザードやばいんじゃね、大丈夫か、おやばいやばい、うおー死んだマジか70食らったよ。使うのこの復活キット、あ使うしかねえな、行って行って、マジでこれやばいえ負けイベントじゃないよね、普通に倒せそうな感じがするからな。アイテム使おう、ちょっとやばいもん、なんかピコンピコンしてるよこいつ。回復いいってマジか。ここで逃げるわけにはいかない、ラッシュ。なんかレベル1で使いましょう。おお行くぜ、畳みかける。ふざけんな、なんでだよ73、おし、うわー、ディフェンスしとこう、なんかちょっと危なそう。あいてー、危ねー、ほい、ゼロ攻撃力が強いですね。うわーやばいやばいやばい、ウルトラマンマジピコピコいってるよ、このターンで倒せるかな、いてなんでミスるんだよ、だってこいつ超鈍そうだよおーレベルアップした、お、なんかアイテムゲットした、高品質の断熱材、ふい、なかなかやるなウィザード、お前もなゼロ、いやこんなにね余裕じゃなかったよ、めっちゃ苦労したよおっとそうだ、お前たち無事か、ははい、ありがとうございます。君たちなんだ、あ連邦軍のロト部隊だ、君たちが恐竜戦車を倒したのか、まあな、この俺ウルトラマンゼロと仮面ライダーウィザードが始末してやったぜ、すまない、あれの討伐は我々の任務だったのだが、学生たちを守ってくれたことに感謝する、礼なんてやめてくれ、こっちこそウルトラの世界の怪獣が迷惑をかけたな、それはこちらも同じだ、我々もこの世界に取り込まれたのだ、やっぱりそうか、だがこのキューブの事情はあんたたちの方がよく知ってそうだ、聞かせてはくれないか、この世界つまりコロニーキューブは我々のいた世界のスペースコロニーによく似ている、スペースコロニー、宇宙空間に作られた人工の居住地だ、回転する巨大な円筒の内壁を利用している、そうか、空に街があるのはそのせいだったのか、ただ異世界の存在も多数確認されている、特に厄介なのはクライシス帝国とベリアル軍だ、ベリアル軍だってか、ベリアル軍かベリアル、その2つは敵対し戦闘は激化する一方だ、市民や学生も巻き添えを食らい甚大な被害が出ている、我々連邦軍は両陣営を撃退しこのキューブに平穏を取り戻すために戦っている、ズゴーどういう音だよ、砲撃か、今も戦闘は続いてるってわけだ、今のところ局地的な防衛に徹しているが近いうちに大規模な作戦を実行する予定だ、大規模な作戦、ああ成功すれば一気に形勢を逆転できる、ところで君たちの方はどうなんだ、何が目的で戦っている、全宇宙の平和を守るためっていうとちょっと大げさだが、そもそもベリアル軍の親玉カイザーベリアルは俺の宿敵なんだ、やつはこのおかしな状況を作り出した張本人で全ての平行世界の支配を目論んでやがる、俺たちはそれを阻止するために集められたんだが異変に巻き込まれみんなバラバラになっちまった、だから
今はまず仲間を探し出し戦力を整えるのが先だ。そうだったのか。クライシス帝国についても知っているのか。俺たちの仲間の一人、仮面ライダーブラック RX の宿敵だとしか。仮面ライダーか。どうした。いや、実は少し前にクライシス帝国について情報を集めている男がいたんだが、ウィザード、君の顔を見て思い出したよ。その男も君と同じく黒っぽい体に真っ赤な目をしていた。なんだって。黒いボディ、真っ赤な目、そいつは RX だ。その男について詳しく聞かせてくれ。少し前の話だが、奴とはこの先の杭が3本刺さっている場所で出会った。その男が言うには、3本の杭はクライシス帝国の怪人が打ち込んだものらしい。ドコーン。うお、戦闘区域が拡大しているようだな。ネモ、ユニコーン、大丈夫か。はい、なんとか。よし、本来の任務ではないが、我々が責任を持って君たちを学校まで避難させよう。あ、ありがとうございます。ドドドドーン。ここもそろそろ危険だ、急ごう。ゼロ、ウィザード、ブーンを。よし、俺たちも行こう。今すげえ直撃したっぽいぞ。待て、この状況じゃ危険だ。一旦俺たちの拠点へ案内する。拠点？いいから来い。ここが拠点か。安全なのか。ここはキューブから独立しているし敵もいない。多分安全だろう。多分かよ。それに様々な世界の要素が混ざり合っていて、利用できる施設もたくさんある。光。おお、ゼロ、戻っていたのか。ああ、今戻ったところだ。さすがに一人はきつかったぜ。隠密行動なら単独の方がいいと言ったのはお前だろ。で、コロニーキューブの様子はどうだった。ふん、ちゃんと良い知らせを持ってきたぜ。なんと新しい仲間に出会ったんだ。仮面ライダーウィザードだ。よくわからないんだが、気づいたらこの世界に。そうか、仮面ライダーは何人か知っているが、君は初めてだな。ということは異変の規模は前以上か。ああ、自己紹介の途中だったな、すまない。俺は光、ウルトラマン光だ。技術部門全般、特にメカニックが専門だが、ここでは司令官も兼ねている。頼りになる兄貴だぜ。何でも修理しちまうからな。何でもというわけにはいかないが、今ちょうどメディカルルームの修理を終えたところだ。さすがだぜ。これで回復も問題なくできるな。あいつらが戻ってきたら喜ぶだろう。あいつら？他にも仲間が？ああ、他の仲間は別のキューブを探索中だ。おっと、噂をすればなんとやらだ。メビウスのチームが戻ってきたぜ。おお、いっぱいいる。ウルトラマンメビウス、今戻りました。ダブルオー、一時帰還した。戻ったぜ。戻りました。みんな無事のようだな。マウンテンキューブの状況は？思わしくない。これといった情報もないな。まずはロストした力を取り戻したいが、あのキューブは山とじゃなくて森と山ばかりだ。あそこをこれ以上歩き回っても無駄足なんじゃないのか。そんなことないですよ、ゴッドさん。まだ奥の方なんて全然行ってないですし。ん？あんたはオーズ。あ、君はウィザード。もしかして異変に巻き込まれたのか。ああ、そうか。でもこうなった以上、ライダー同士力を合わせよう。もちろんライダーは助け合いでしょ。あ、それ俺が言おうと思ったのに。まあいいや、よろしく。みんな揃ったところでもう一つ言っておかなきゃならないことがある。今回の件、クライシス帝国も絡んでるって話だ。え、クライシス帝国といえば RX さんの宿敵。しかもクライシス帝国はベリアル軍と敵対しているらしい。手を組んでいるわけじゃないのか。事態は想像以上に複雑になっているようだな。だが今は消息不明の仲間の捜索が先決だ。よし、もう一度確認しておこう。行方がわからない仲間はウルトラマンレオ、アストラ、セブン、そして仮面ライダーブラック、RX。 仮面ライダーならダブルとアクセル、それにバースもだ。全然わかんねえ。アンクも忘れないでくださいよ。ライジングガンダムもな。
改めてあげると結構いますね。てかマジでわからん。うむ、そこで提案だ。タイを2つに分けて捜索してみよう。メビウスのチームから1人、ゼロとウィザードのチームに加われば3人体制のチームが2つできる。これでコロニーキューブとマウンテンキューブ同時進行で捜索を行えるというわけだ。いい考えだ。よし、では誰がゼロチームに加わるかだが、コロニーキューブはモビルスーツ系が多いからな。ゴッドかダブルオーがいると助かる。それならゴッドがいいだろう。ライジングガンダムの手がかりがつかめるかもしれん。確かにその通りだ。ダブルオー、俺がコロニーキューブに回るぞ。俺は構わない、命令に従う。キングオブハートの実力を見せてやる。ゴッドガンダムがパーティーに加わりました。あ、これこっちに進めるってことね。よし、なら決まりだ。ゼロ、ウィザード、ゴッドはコロニーキューブを、メビウス、オーズ、ダブルオーは引き続きマウンテンキューブを頼む。了解、任せとけ。ゼロチーム、メビウスチームはそれぞれ準備に入った。ゼロ、相変わらず頭のあれがないな。ゼロスラッガーだったか。カイザーベリアルに吹っ飛ばされてそれっきりだ。これじゃ格好がつかねえよな。俺も早く力を取り戻して明鏡止水の境地に至らなければ。みんな力をなくしているのか。俺もいくつか指輪をなくしてしまった。指輪？ああ、魔法を使うための指輪だ。魔法？俺は魔法使いの仮面ライダーだ。状況に応じ指輪を使い分けて戦う。へえ、面白いな。世界が違うといろんなやつがいるもんだ。では皆さん、僕らは一足先に出ます。また後ほど。ダブルオー、作戦行動を開始する。おう、無茶するなよ。ゼロ、俺たちも行こう。ああ、ウィザードもいいな。 OK だ。ゲートポートからキューブの探索を開始します。はあはあ、仲間の行方。お、セーブができる。ようやくセーブができる。チップ報告、ちょっとセーブしましょう。ノーデータ。セーブが完了しました。拠点ブリーフィングルーム。はい、じゃあちょっとキリがいいので、今回はこれで終了したいと思います。とりあえず、まあチュートリアル2回戦目がめっちゃ敵強かったですけど、まあなんとかなりましたね。じゃあ今回はこれで終了します。